ブレソル攻略ウィキと定期配信の紹介です。ウィキは全キャラのデータベースや星1から4のキャラがどのクエストで手に入るかを網羅しております。新ガチャに関しても適宜更新しているので、ブレソルでわからないことがあればぜひご活用ください。また毎週水曜日23時頃からブレソル1週間のまとめと共闘を YouTube とミラティブで配信中です。ブレソルの1週間の出来事をまとめ、リスナーさんからの質問に答え、レイドなどの共闘を行う放送です。あなたの疑問に即座にお答えできるので、ぜひ放送にお越しください。こんにちは、ドクターネックスです。長いことレイドの攻略動画を撮っておりませんでした。申し訳ございませんでした。アイオンの覚醒と通常あったんですけども、覚醒アルティメットソロ攻略、キャラクターはレンジでやっていきたいと思います。アクセサリーは金チャピ、ゴチャピ、マキエ、リンクは30、30、30、プチ玉は対シールドダメージ10アップを積んでおります。勝たせてもらうぞ。全部の攻撃を避けていきましょう。フェーズ1はまず帯状の攻撃が1回、2回、3回、4回、次は4分割の範囲攻撃でからの中心即死発動してから飛ばし、次は逆に、水溶性が来てからの網の目状攻撃、発動を見てからの斜めに移動すれば避けられて中心即死が来ますと。さっきも同じように避けちゃったんですけども、この帯状の攻撃はここにいれば避けるまでもないというところですね。で4分割の攻撃が来て中心即死見て真ん中行って、で次は外側にいた方がいいと思うんだよね。外側にいてからの斜めに寄せて中心即死が来ますと。さあフェーズ1をやっつけちゃいましょう。はい、フェーズ2は円形の攻撃がまず4回きます。次が難しいところ、中心からか外側からか、こんな感じで避けます。今は外側からですね。中心のバージョンもあります。で次も難しい、ギリギリなんですよね、この呼び方が。で、円範囲の攻撃はここら辺にいると全部避けられちゃいます。次難しいところですね。フェーズ2のどっちから来るかな。あ、いいね。2回やってすぐ戻る、中心属して避けると。はい、ここも2パターンで網の目が2パターンあるんですけども、本当危ない。はい、フェーズ3。フェーズ3は結構大きな範囲の攻撃になるんで、真ん中だと避けやすい。やべ、次覚えてない。どれなんだっけ。あ、これはね、5回効いてから避けます。で、次、中心即死があって、次吹き飛ばし強制1ダメージです。で、この辺にいると、安全地帯です。これが難しかったですね。もう一回行きましょう。近くの方で避けていって、左上からだったら右下が次の安全地帯になります。はい。こうして、5回引いて避けて、中心即死を受ける。で、この辺にいて吹き飛ばされて、端っこに行って、麻痺って、大丈夫と。はい、こんな感じ。もう一回この辺にいて、重ねて巻いて、はい。はい、ラスト。バリアは30アップにしてたら余裕ですね。
はい、こんな感じです。燃え尽きたか。結構しんどいです。覚えてないと本当、特にフェーズ2がね、わけのわからん範囲攻撃になるんで厳しいと思いますね。ちなみに今レンジがどうでしたっけ、倍率かかってるんで選んだんですけども、まあそういう本とかあと瞬歩でパパッと避けやすかったりとかね、さっきのフェーズ2が、まあできればあと青コインとかの方が楽ちんだよねっていうところであるんですけども、今回一番やりづらい、赤コインの方でやってみました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。